ドラマ亮です、今からですね、あ、DVD ね、ご購入いただきありがとうございます。あのライブ DVD のね、このなんてことない紙がこう届くと思うんですけどね、このなんてことない紙をね、ご自分で箱にしていただこうっていう、はい、葵ならではの工作感じを、はい、いきたいと思います。まずね、あのこのね、トンボっていうんですか、これをね、これに沿ってね、ハサミで切っていきます。こうね、さーっと、ね、ご自身の、腕にかかってますのでね、しっかりまっすぐこう割ってくださいね。はい、ね、これになぞって、はい、こうどんどん切っていきます。はい、今ちょっとね、あの撮影スタジオなんでね、喋り声が聞こえますけれども、お気になさらないでください。まあ、OTG とね、あのさきくんの会話ですね。こうやってどん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 切っていきます。ここですかね、切っててください。ちょっと歪みましたね。イガモぐらいがちょっとかっこいいのかもしれません。はい、あ、これ確実に歪んでますね。はい、この調子でガンガンガン。これ気をつけてほしいのがね、こっちにも線入ってるんですよね。この外側の線をね、見てくださいね。します。ね、ワクワクさんならこんなのすぐ作れちゃう。はい、じゃあ続きまして、この細い、ここが難しいんですね、非常にね。ここですか、ここですか、ここですね。ここをね、サクッと切れ目を入れます。はい、切れ目入れていって、これが難しい、非常に難しい、ね、料理でいうところの、エビチリぐらいですかね。難しいですね。はい、ちょっと汚いですよね。ガン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 切っていきます。ドックはね、こんな細かい作業なんかしないんですよね。問題ね。ちょっと見にくいですよね。ここもね。すぐ切っていきます。ここ線なんか歪んでますね。これはミスですかね。僕はミスと捉えてね、こうまっすぐ切ります。はい。で、ここも斜めに切っちゃいますと。はい、これでもうできたも当然と。じゃあ次にね、この折り目をグッとね、まあ、これね、ちょっとミス版なんで、なぜか線2つついてますけどね、こうグッと曲げていきます。はい、こう慎重にね、後々これが大事になってくるんでね、ここもグッと折り曲げて、グッと折ります。グイグイと。ゴロリはなぜあんな手袋をしながらあんなに上手に紙が折れるのかと、ね、ワクワクさんよりも実はゴロリの方が器用じゃないかと思います。はい、じゃあこんな感じになるんでね、あとここもですね、ここもね、きれいに折ってくださいね。ここ折らないとこうなっちゃうか、こうなっちゃうか、ここもきれいに、ああこう折ってくださいね。はい、ほら、もう箱っぽくなってきたでしょ。はい、この安っぽい感じでね、あとここにあの糊付けをしっかりしていただいてね、こうですね。でもここも糊付けしちゃったらね、もう、あ、ここも糊付けしてくださいね。はい、ここしっかり糊付けして、はい、これで、はい、ビッグダディの完成。はい、そして糊付けして完成したものがこちらになります。はい、中開けますとね、僕のスニーカー入ってるんで、はい、ぜひこんな感じで使ってください。はい、